失礼します。開発案はこちらでしょうか。ようやく来たわね。待ってたわよ。私が開発班の班長のマリオンクイーンよ。よろしくね。あのマリオンさん、こちらの方は？さっき話した通り、彼も今日から開発班で働く新人よ。じゃあまずは自己紹介から。エスカちゃん、お願いできるかしら。エスカメリエです。ロジックスフィクサリオです。こちらのやり方はまだわからないことばかりですが、今日からよろしくお願いします。あの今日からよろしくお願いします。ロジックスさん、こちらこそよろしくお願いします。二人ともちょっと硬いわね。とにかくそんなわけだから、二人ともこれからはどんどん仕事をしてもらうわよ。開発班の評価を上げて、この支部で一番優秀って言われるような班を目指しましょう。はい、頑張ります。了解です、よろしくお願いします。そっか、男の人ともお仕事するんだ。優しそうな人だけど、なんだか緊張しちゃうな。錬金術師の女の子か、真面目そうな感じだし、うまくやっていけるといいんだけどな。よいしょ、なんだかいいもの見つけたかも。それじゃあここからは仕事だから、形式的な部分もしっかりしていきましょう。はい、よろしくお願いします。開発班では4ヶ月ごとに課題を作って仕事に取り組んでいるの。4月、8月、12月の頭にそれぞれ課題を作るわ。その前の月の終わりまでがその課題の期間ね。うちではその期間の間に達成を目指す一つの大きな課題と、たくさんの小さな課題を作っているわ。大きな課題と小さな課題ですか。優先してやるべきなのはどっちですか。もちろん大きな課題の達成が先決ね。むしろそれができなかったら、他のことができていてもあまり評価されないわ。そんな課題を私が立てていくから、二人にはそれをどんどん達成してもらいたいの。開発班の一員として頑張って課題を達成して、班の評価を上げていってね。はい、任せてください。最低限大きな課題だけでも達成できるように頑張らないとな。よーし、どこに行こうかな。なかなかいい木材を見つけたね。使い手がありそうだよ。発火性の素材か。取り扱いは慎重にしないとね。
れ、何かあるよ。やったね、新発見。えい、これはチャンスだね。おまけ。行くぞ。もういっちょ。これもおまけです。どいてなさい。効率が上げられるな。また一歩前進だね。材料何にしよう。今日はどうされました？どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。それでは。あら、エスカちゃん、何か用？仕事の報告ね。それじゃあ確認するわよ。
く頑張ってるじゃない。その調子で頼むわよ。他に何かある？設備の追加投資ね。何がいいかしら。それでいいの？それでいいの？他に何かある？何かあったらいつでも言ってね。海の